今日も全力ぶっちぎり、マキピロ君と、リオでございまーす。はい、今回はですね、劇中心祭、新限定、新ギルティ、これが二通りの中心化で登場ということで、はい。12月の8日の金曜日、12時より、すぐやで。はい、すぐですよ。はい。で、今回はこちらの考察動画になります。はい。ということで、詳細情報を調べてまいりましたので、皆さんにお届けしたいと思います。全力ぶっちぎり。はい、特定キャラクターの排出率が超アップする期間っていうのがあります。まず第1弾、12月の8日、12時、正午、これが対象キャラクター、シン・ギルティ、サトリ、メモリ。うん。第2弾、12月の9日の12時、正午より、対象キャラクターが、シン・ギルティ、ファースト、ミューズ。うん。第3弾、12月の10日の12時、正午より、対象キャラクター、シン・ギルティ、ポラリス、サトリ。うん。ちゅうことで、まあ、引くんやったら第1弾、第2弾かなと。うん、そうな思います、うん。ちなみに、今回のガチャ。はい。10連ガチャ、引き換え券が使用可能です。うん。1枚につき1回、オーブ50個。これが40個でガチャが引けるようになります。はい。まあ、お得感もあるんやけど、うん、じゃあ実際、性能の方どうなんやと。はい。ということで、はい。じゃあ、性能の方をお伝えしたいと思います。はい。はい、シンゲルで断罪。断罪な。うん。断罪。はい、総合評価は A とさせていただきました。おワクワク海は過激盛り。あとね、即必殺つけた方がええんちゃうかな。だいぶ長いもんね。そうやな。超 SS ターンアクセルあるけど、これ HP80% 切らんと発動せえへんから、うん、ちょっと即必殺いるかも。うん、で、円明石線形の章とかは、まあ、優先的に使った方がいいかな。うん、パワー型なんで、これないと、はい、えって止まります。すはい、ということで特徴です、はい、貫通ドラゴンパワー型、うん、対応ギミックのアビリティが超アンチ重力バリア、超アンチ幻想壁、アンチ転送壁となっております、はい、そして超 SS ターンアクセル、うん、渾身を持っておると、はい、いうことでアビリティの所在、うん、はい、超アンチ重力バリア、これは重力バリアに触れると一度だけスピードアップの効果があります、はい、超アンチ幻想壁、これも幻想壁に触れた際に加速します、うん、超 SS ターンアクセル、 HP が 80% 未満になった時、 SS ターンが2ターン分溜まる、うん、通常はね、1ターンしか溜まらないと思うんですけど、これが2ターンになると、はい、で渾身、攻撃力アップ 3.0 倍、うん、要は全属性キラー EL やな。おー、うん、その代わり足がめっちゃ遅なります。うーんって感じだね。そうやな。で、超アンチ重力バリア、超アンチ幻想壁のパワー型の貫通のキャラクター、はい、これはアレス中心化界、うん、あの霊術フォーサーで使ったことある人はなんとなくわかると思う、うんうん、だ渾身入れやんかったらあれぐらいは動けるんちゃうかなと思います。おで、超 SS ターンアクセル、これね、はい、シャドウが持ってます、うんうん、あれがね18プラス12の同じやね、合わせるとなんやけど、こっちは22ターンなんで、うん、それ考えるとやっぱ即殺欲しいかな、欲しくなるやろな、きっと思う。友情コンボ、はい、コースピアップ、あとサブ友情の方が防御アップ、はい、攻撃力とスピード上げちゃうよ、プラス防御力と友情も上げちゃうよって、上げ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 ですよ、うん、とんでもないキャラクターです。だからまあ友情火力はゼロ。そうだね。もちろん、ね、まあそうだな、うん、だから直殴りのクエストとかは強いやろね。うん、ストライクショット、はい、22プラス8ターンの狙った方向にヒットした敵の弱点露出、うん、あと弱点倍率アップ、うん、でこれレーザーが非直殴り、無属性、弱点判定はありました、うん、でモラル、まあ、使ってみたで、はいはい、モラル使っとったんで、見てみたら、属性倍率超アップ、うん、で、まあ、高いダメージ出してたんで、これ多分爆絶あたりまでやったらめっちゃ火力出ると思う。あのレーザーだけで、うん、レーザーだけでだいぶ持っていけると思う。極楽浄土と同じストライクショットになります。はい、で、極楽浄土は弱点効果アップが 1.5 倍、うん、継続が使用時プラス2ターンで、これが弱点効果アップと弱点露出になります、うん、まあ、極楽浄土の方が単数短いので、うん、これよりも、まあ、単数長いか、もしくは何かしらちょっと上になっちゃうかなと思います。はい、スカルクエスト、はい、ゴージャスモラル、うん、ただブロック対応ないので、うん、これ使ってみたで使ってたんで一応入れときました。はいはい、あと爆絶 EX パズル、うん、これ使えると思う、うん、超絶ティファレト、カイン、ゼクス、近畿が裏1、天魔が6、うん、で相性のいいキャラクターやライバル、はい、ということで、重力、幻想壁、転送壁、ここで離れ小国がおります。お同じ貫通、おしかもさ、離れ小国って爆発友情、あと減速率緩和の友情コンボを持ってるので、うんうん、まあ、SS もそうやね、うん、だからまあここは間違いなく絶対相性いいよね。そうやな、うん、あとシン、うん、これもあの高火力のストライクショット
持ってるので、うん、まあ、これの補助ができるかな、うん、特にシーンなんてさ弱点打ち込むのって、まあ、壁こういろいろ触れてジャガーンっていくやん、うん、であれの弱点露出と弱点効果アップあったら、まあ、火力はかなり出せるんちゃうかなと思う、うん、ああ失敗したと思ってね、こうなんか全然違うルートから弱点いくっていうことも ね、 あね、まあ、出てくるんじゃないでしょうか。まとめです、はい、パワー型なんですが加速するアビリティを2つ所持するので、うん、重力減速目のクエストでは間違いなく光ると思います、うん、渾身 3.0 倍の火力が高いんですが足が遅いので、うん、加速に乗ってからのルートを推奨します、うん、ていうか先に月に行くと、うん、多分減速壁向こうにあんのにその前に止まるとかね、そういったことが、うん、出てくるような気がする。でストライクショットはサポート面が非常に高く、うん、満パンサポートができます、うん、棒舌ママゴアシの適正の可能性が非常に高いキャラクター。おお、もう夜降臨するやつやのかな確か、土曜日か、土曜日やね、あ土曜日か、うん、まあ、そこでこうどうなるかってとこやね。おー、うん、楽しみやね。めちゃめちゃ適正かもしれないね。でちなみにあそこダメージボール一応出てくるっぽいので、うん、ストライクショット動かへんやんね。ああ、だからダメージボール回避にも一応使えちゃったりとか、ね、うん、するかなと思います、うん、はい、お次はシンギルティ謝罪。はい、申し訳ございません。その謝罪なんかなこれって。いやよく分かってないんだよ、意味あんま分かってないんだよ、うん、はい、総合評価の方は A とさせていただきました。はい、でワクワクの実過激盛り即必殺、うん、まあ一応これでいいんちゃうかなと思う。まああちこちできる感じで、うん、うん、まあ将兵名とかね、サポートに特化したキャラクターではあるんやけど、うん、まあ殴りもいけるから、うん、多分これでええんちゃうかな、うん、うん、で円明かし宣言の書、これもね優先的に使っちゃっていいと思う。はい、うん、はい、特徴の方は反射のドラゴンのバランス型、うん、で対応ギミックのアビリティがアンチ重力バリア、超アンチダメージウォール、超アンチウィンド、うん、そして超アンチ減速壁となっております。はい、で連撃キラー L を持ってると、うん、で SS3 チャージ、うん、これを持っています。はい、はい、アビリティの詳細、はい、超アンチダメージウォール、これはダメージウォールに触れると攻撃力がアップします、うん、1.3 倍、はい、超アンチウィンド、これはウィンド効果を受けることでスピードが、ね、一定期間アップします、うん、超アンチ減速壁は、まあ、減速壁に触れた時に加速をします、うん、そして連撃キラー L、うん、同じ敵を連続で攻撃することでキラー倍率が上昇します。上限が 2.5 倍、うん、でこの上限まで行くのに11ヒット必要になってきます、はい、SS ターンチャージ、こちらは味方3体目に触れた時に発動します、うん、で3体目のキャラクターの SS ターンを短縮、これが2ターンとなります、うん、はい、で超バランス型の補正、あと連撃キラー L、超アンチダメージボール、ここがあるから、まあ、普通に殴り火力も出せるキャラクターかな、うん、うん、プラス、まあ、SS ターンチャージとかを持ってるので、うん、まあ、サポートもできるキャラクター、できるドラゴンやね。そうやな、できるドラゴンやな、うんうん、はい、勇者コンボ、はい、バウンドチャージと爆絶爆発、うん、言いにくいな爆絶爆発、うん、ガスバスバガスバック、うん、やめとけやめとけ、事故っとるぞ盛大に事故っとるぞ今。はい、でバスガス爆発、もうまだ続けんのもうええよ、どうしても痛かったのね、このバウンドチャージと爆発誘致を持ってるキャラクターって言ったら、うん、ルナ、ああ、そうだね、うん、これがいるから、うん、まあルナをイメージすればいいんじゃないかなと。ルナがドラゴンバージョンもうまあマッチスピードがないけどな、はい、でストライクショット、はい、20プラス4ターン、うん、で触れた味方のパワーと友情を一定期間アップとなります、うん、で攻撃力アップと友情アップの継続ターンが違う可能性があります、うん、っていうのも、こうやって表記してあるキャラクター、うん、ツタンカーメン、これが16プラス4ターンだからちょっと短いよねこの声、はいはい、うん、で2段階目のストライクショットが攻撃力アップが 1.5 倍、継続が3回行動、うん、友情アップが 1.5 倍、使用時プラス12ターンとなっております。うん、だからこれがあるので、まあ、ちょっとここのばらつき出るんじゃないかなと、うん、まあ、そういうことだと思うんだけ ど、 なるほど、まあ、ツタンカーメンより、うん、まあ、SS のターン数が長いので、うん、まあ、その分ねいっぱい使えそうな、いっぱい使えるいっぱい使われるとかターンが長いみたいな、いや攻撃力アップとかが変わるんじゃない、攻撃力倍率が、あ、うん、さすがにターンはだいたいルナも確か3回行動なんだよね、あ、うん、だから多分そこは変わんないんじゃないかなと思う、うん、多分この攻撃力アップとかの倍率が上がるんじゃないかなと思います。おスカルケイさん、はい、豪絶ディビジョン、うん、爆絶にぎみ玉アバロン、うん、超絶がアダマンタイトデーバだったエンマテンなど、うん、超究極ダインスレイグ、
そして近畿が裏1、11、裏11、16、うん、で天魔の6。おお、いっぱいあるね。天魔の6はもう絶対もう完全に対応したもんね。でもどっちも使えるんよね。あのさっきの断罪の方もね、うん、こっちもね。そう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 。うん、うん、どっちも使える。まあもちろん反射の方が使いやすいけどっていうところはあるんじゃないかな。まあ、特に天魔の6だったら、うん、ダメージオール対応してくれてるだけでだいぶありがたいよ。もうあの10って言ったら大変やからね。なあ、うん、おやけどやな。ちょちょやるよな。え、私え、やらへん。やりませんよ。何言ってるんですか。やらないよ。あ、そう。うん、うん、そんな昔の私と違うんで今も昔も変わらぬリオでございますやってるから相性のいいキャラクターやライバル、はい、ということでダメージウォールウィンド幻想壁、ここでねモーセが来る。おお、壁ドン持っとるじゃん。あ、バフかけても壁ドン絶対怖いぜ結構やばそうな感じですね、うん、そして重力ウィンド幻想壁、もうこれは完全に天魔6だね、うん、リムルテンペスト、シン、うん、あとギルティ、うん、まあギルティのあれよね、断罪の方だね、うん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 、まあこの辺と相性いいかなと思います。うん、ね、うん、まあどこと組み合わせてもええんちゃうかなどれもこれも強いキャラクターよね。そうだね。うん、まとめです、はい、天魔6の最適性に食い込む性能を持ちます、うん、超バランス型の補正、超アンチダメージウォール、連撃キラー L で殴り火力も高いキャラクターになるんですが、サポート面においても非常に優秀、うん、バウンドチャージ、あと SS ターンチャージで味方の SS 短縮とバフ効果を持つストライクショットで高難易度の攻略難易度を一気に下げれます、うん、自身の短縮はバウンドチャージのみになるので、まあ、ルナよりSS の回転率っていうのはちょっと劣っちゃいます、うん、あれ壁 SS 短縮持ってるから、あ、うん、だから、まあ、即必殺のワクワクのみでカバーしてあげるっていうのも必要かもしれない、うんうん、まあ、同じような感覚で使いたいのであれば、うん、やっぱ即必殺欲しいんじゃないかなと思う、うん、はい、こんな感じでございます。なるほど。ちょっとね、総まとめいきましょう。はい、断罪、あと謝罪、謝罪とどちらも殴り火力が高く、うん、サポート面も非常に優秀、できるドラゴン、ああ、ゴーデツママゴアシの最適性になれるかも評価のポイントになってくるかなと思います。なるほど。うん。まあ、最適性なんだ。そうなんかな。そうやんな。だってママゴアシの時に、まだガチャあんねん。そう、そうやな。見てくださいと言わんばかりに。そうやな。これは、あの、罠です。ああ、ああ、そういうことですか。はい、じゃあ、聞くべきか。はい。オーブと諭吉に余裕がある人は引きに行ってもいいと思うんですが、余裕のない人は今回はスローして様子見をする選択もありだと思う。おお、なぜですか。今から言うね一つ、はい、12月中旬からは、昨年はクリスマスアルファが実装、うん、でアルファはタイミングを逃すとゲットできるチャンスがなかなか来ない、うん、ただこれに関してはまあ来月あと、一応ね、多分やけど去年が、年末も超受信祭実装されてたから劇な、あ、劇、劇実施だね。うん、一つ目、はい、新春超重心祭の実績、うん、まあ新春キャラは1年を通して、まあ、メインで活躍する傾向にあるので、うん、やっぱり新春キャラクターの方が優先度高いよね。そりゃね、うん、うん、話です、うん、そして三つ目、はい、年末のガチャで狙っていくのもあり、うん、ちょっと出しますね、はい、はい、上半期、下半期ガチャおさすらいるそして2回引けるオールスター感謝ガチャ、うん、大晦日限定になります、はい、そして劇中心祭、去年はね12月31日もやってた、あ、ありましたね、うん、いうところで、まあ今回スルーしといてここに使う予定だったのを、うん、この12月の30の、上半期下半期、うん、これに当てるとか、 あと2回引ける、ね、このオールスター感謝ガチャに当てるとか、はいはいはい、うん、なんかそっちの方がええような気する。確かにな、うん、もう出やんかったら諦めようぐらいの感覚で毎月来るもんね、うん、うん、だから、まあ、他にキャッチできるっていうのもあるから、うん、うん、まあここでもいいんちゃうかな。まあ消費どれぐらいしてるかにもよってくると思うけど、うん、うん、まあ何を持ってるかにもよってくると思うし、そうな、ついでにキャッチしたいキャラクターがおるっていうとまた話変わってくる、うん、うん、まあでも、まあ年末、まあ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 、まあ、どう判断するかは皆さんの自由やけど、そうね、うん、まあ、これは言うべきことは言った。ただ、一つちょっと気になった情報ね。はい。見つけてきましたね。はい。はい、どうぞ。私？はい。卒業組がおります。おります。はい。来年の1月から卒業になる子たちがいて、はい。エビス、アナスタシア、ポラリス、ジャック・ザ・リッパー、機長。はい。この5体は、今回の劇中震災、までなんやね。そう。出るのは。
あ、あと、ひょっとしたら年末。ああ、そっか。まあ、あ、出るかな。うん。出るか。まあ、どっちにしろ、1月にはもう、そうやね。うん。さよならしちゃうわけやから、うん、ここのキャラクターがちょっと欲しいと思ってる人は、うん。まあ、もう次、どこのガチャに食い込まれるか分かんない、ね。分からんな、うん。うん。まあ、2体3体欲しいキャラクターがいるっていう人は、うん。まあ、今回がチャンスになる。ラストチャンスっていうかね。そうな、うん。いろいろ狙えるチャンスではあるかな。うん。はい。そう、だからその辺もね、うん、まあ、一つ視野に入れて、いただければいいんじゃないかなと思います。はいはい、はい、いかがだったでしょうか。はい、またね、新春の、キャラクターをゲットするために、うん、オーブ大体どれぐらい準備しておけばいいかと、うん、まあ、その辺のね動画、今資料の方を作っておりますので、はい、もう少々お待ちいただけたらね、そちら参考になると思いますので、ぜひともそちらの方もよろしくお願いします。お願いします。ということで、よければ高評価、チャンネル登録、あとベルの通知、コメントもお待ちしております。お待ちしております。以上、今回の動画はここにて終わりたいと思います。それでは皆さん、せーの、いい目見るよ。ありがとうございました。ありがとうございます。またやろう。え、僕が溜め込んどんだよ。さっき見たらさ、うん、もうあと4個か5個ぐらいで700いきますね。700いきました。あ、はい、もう余裕でしょ、これ。俺500ないんだけど。いやいや、でもさ、10連20連でぶち当てればいいだけやから。いや、最近ダメじゃないですか、あなた。なんなんその言い方。めっちゃ角があるで。だって新春でこうバーンと出すために今落ちに落ちとるとこやろ、ちょうど。いや、こっから上がってくる。もう落ちたから。いや、まだまだまだ年末まで続くんや。ちゃやめろやめろやめろ。グン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 グってきて、年始でいつも 2,3 体ポポンって出せ。この辺からアクセル踏んでいくんですわ。ああ、そう、踏めるか。え、大丈夫か。今までじゃ、テスト。知らんの。あのさ、高く飛ぶには、しゃがむことが必要だよ。ちょっとしゃがんどくやろ、まだ。まあ、しゃがんどんねや、うん、ま。こっから飛べや。まだダメ。違う。もう飛ばしてくれ。もう飛ばしてくれ。ということで、ガチャの方もお楽しみに。